紀子様福島行かれましたね。第一公務で。あれなけてまだ治ってるかもわからないのに行ってるんですよ。マスクもつけずに。どういう神経してるのかなと。紀子様がスピーチされてるんですよ。衝撃でしたね。英語でされてるんですね。しかも珍しいことに、紀子様のスピーチ音声付きで NHK とか福島のですね、テレビが流してるんです。天皇家に対する対抗でしょうか。しかしね、そんなことをするとひどさがバレてしまいますよ。皇室特別レポート、紀子妃の大研究。紀子妃は、米ペンシルバニア大にですね、留学する父、川島脱彦氏について、1歳から6歳まで海外で過ごしている。紀子様って、英国の戴冠式ですごいもじもじしてたわけじゃないですか。くねくねされてたわけなんですけど、あのくねくねの理由っていうのは、ただ単純に何を言ったらいいかわからない。以外にも、実は日本語が不自由であると。小室家にも、紀子様は帰国子女だから、日本語がいまいち分かってない。そんな風に、あの小室圭に言われてるんですね。ということは相当ひどいってわけですよ。で、この背景があるんですよ。現地の小学校に入って、辰彦氏の方針で会話、家でも全て英語。そのため紀子妃は、英語を母国語として育った。実は、紀子様の母国語って英語なんですね。言語形成期というものがあります。記事もあるように0から10歳までっていう時期は言語を習得する上で非常に重要な時期ですね。この時期に臨界期が来て言語の習得が非常に効率が高まると。第一言語は習得が簡単なんですよ。我々は日本語そんな苦労してない。無意識のうちに自然に身についちゃう言語なんですね。しかし紀子様ってのはその大切な期間を外国で過ごされてるんですよ、まあ、なおかつ川島家の方針としては家でも全部英語なんですよ。この大切な時期に日本語が使われてない。つまり教育が失敗してるんですね。で僕は悠仁君にも受け継がれてるかなって若干思ってるんですね。紀子様がこういう教育をされてきたっていうことは同じ教育しちゃう可能性が全然あるわけですよ。で実際英語を教えたりとかクラシック流したり変なことしてるんですよ。悠仁君の言語能力も本当に大丈夫なのかなって。悠仁君って結構おぼつかないですけども、もしかしたら同じような教育をして失敗されてるのかもしれません。第二言語っていうのは意識的な努力が必要なんですよ。で紀子妃が幼少期に英語のみを使用していたから日本語の学習が後回しになってしまって、この臨界期に英語しか使われてないんですよ。日本語の習得が残念ながら困難になってるわけなんですね。我々が英語を学ぶのと同じように紀子様は日本語を学んでるんですよ。でこれ相当難しいんですね。言語干渉というものがありましてね、英語と日本語っていうのは文法が違うじゃないですか。文法構造で混乱する可能性もありますし、音韻的な違いもありますし、かなりの障壁があるんです。ですから紀子妃の第一言語の英語の教育は本来間違っていて、まず日本語なんですよ。日本語を習得させてから英語に入るっていうのが、まあよくある失敗ですよね。なんか聞いたことありませんか？幼少期に英語をやらせすぎて、日本語をおろそかにして、全然日本語できない、言葉がおぼつかない子供ができてしまったみたいな話、よく聞かれると思うんですけども、まあまさにそれなんですよ。ということで、日本語能力に乏しいから、戴冠式で日本語の質問に対しても詰まったんじゃないのかなと思います。しかしながらこの英語力かって思ってしまうんですね。実は酷評されてるんですよ。紀子様の英語力をボロカスに言っている記事があるんです。紀子様って頻繁に英語力アピールをされるんですけど、残念ながらそんなないんですね。公式者が紀子さんの行き先教育の中で外国語、特に英語が抜けているのも納得がいけませんねと。紀子様は帰国子女が理由で英語の教育をスキップしてるんですよ。これやってはいけなかったんじゃないのかなと思います。置き先教育っていうのをしますからね。しかも雅子様に比べて相当少ない量です。主事とか祖母に習ってるみたいな話もありましたし、どうかしてると思いますよ。紀子さんの英語はマスコミなどでは堪能だと報道されていますから、それで教育項目に入らなかったという見方があるんでしょうが、これはどうでしょうかと。紀子さんの英語力はそんなに大したもんじゃないんですよ。簡単な英会話ぐらいはできるでしょうが、コース外交の時に十分通用するほどの英語力はないですよ。あれ？つまり母国語ですら不自由なんですね。それは理由があって、紀子様は行ったり来たりしてるんですよ。
だからこれ辰彦のミスなんですね。辰彦の教育のミスと紀子様の能力が相まってこんなことになってしまった。どっちつかずになってるんですよ。二頭大物は一頭も得ず状態ですね。帰国したの小学1年生。全く言葉が通じない中苦労して日本語を学んだってわけなんです。いきなりね、英語から日本語に中途半端なんですよ。第一言語の習得時期に日本語が混ざっちゃって、これ良くないんですよ。第一言語の習得もおろそかになってる可能性が極めて高いです。それは本人の能力もあると思います。紀子様のスペックはちょっと追いつかなかったと思うんですね。5年生の時に父の仕事の関係で今度はオーストラリアに移住で、ここではドイツ語が喋れますみたいな話もあるんですけど、ね、そんな中でドイツ語も混ぜてるわけですよ。もう残念ですよ。全部ダメなんですよ。だから、まあ、今の秋篠宮家と似てますけど、全部中途半端じゃないですか。で、2年後に帰国して学習院女子中等科の1年に編入し、以後は大学院まで学習院だったと。だが日本語へのコンプレックスを克服するまでには至らなかった。実は紀子様も日本語コンプレックスあるんですよ。びっくりですよね。これが日本の国母になろうとしてるわけですよ。今そんなことできる？日本語が不自由な国母っているんですか？今も完全に言葉の問題から抜けれていないと語るのは別の全国市区内担当記者であると。ちょっと見ていただきましょうか。 NHK で紀子様が郡山行かれてますけども、国際会議で英語喋られてるんですね。かなり貴重な映像だなと思います。あ、これ見してきたかと。なんか対抗する意思があるのかなと思うんですけど、やっぱり紀子様武士が発動されてるなと強く思うわけ。ちょっと見ていただきましょうか。じゃあね、非常に特徴的です。あ、ちょっと待ってくださいね、はい、音量が出てませんでしたから。ちょっと上げますか。 It would be my pleasure if you haveA memorable time in Fukushima related to astronomy. もう一回見ますか。いわゆるね、顔がすごいんですけども、ほぼ顔芸かなと思うわけなんですけど、いや、まあ何言ってるか分かりますよ。だってそんな難しい言語使ってないし、すごいゆっくりだから。すごい特徴的ですよね。で、これを見て英語が流暢ですねとはちょっと思いがたいですね。原稿にやっぱり目を下ろしているし、かなりゆっくりだし、なんか喋りに特徴があるし、これは流暢とは言えないですね。ちょっと腹立つし、うん、ちょっとイラッとするよね。なぜかわからないんですが、これ見て流暢って思いますか？これが第一言語母国語なんですよ。言語になあれってなっちゃいますよ。いや、何言ってるか分かりますよ。さすがに。ゆっくりだから。しかも、難しい言葉も使ってないし。アジア太平洋地域の天文学の国際会議が郡山市で始まって、エイミャヒの紀子様も出席されて、開会式が行われましたと。国際天文学連合アジア太平洋地域の天文学に関する国際会議は、3年ごとに開かれて、日本での開催は21年ぶりです。かなりキャンセルが相次いだんです。異様であると。また紀子様は福島県内には夜空に輝く星や月に手が届きそうになる場所がいくつもありますと。なんでそんな小説調なんですかね。星の王子様じゃないんですから。皆様が天文学にゆかりのある福島で思い出深い時間を過ごされれば嬉しく思いますと英語で述べられましたと。思い出深い時間を過ごされるのはあんたなんじゃないの。会議は6日間にわたって開かれて、研究者らが小惑星の探査や最新の観測装置で撮影したブラックホールなどをテーマに発表や議論を行いますと。ブラックホール目の前にありますよ。そんなわけで、ちょっとね、これはいただけないな。ああ、なるほどなと思ったわけです。客観的な評価で、英語大したことないですよって言われてるわけですね。日本語へのコンプレックスを克服するまで至らなかった。今も完全に言葉の問題から抜けられていないと語る。これをごまかすための対抗策があるんですよ。紀子様スマイルですよ。しかも般若の顔で、職員からしても困るわけですよ。何言ってんのこの人ってわけですね。しかもなんか怒ってるし、よく意思疎通が取れないから指示が分かんないわけですよ。ただでさえ独特な思考されているのに、言語能力も劣ってるってなると職員さんに伝わらない。何やっていいか分からないと。それやめますよ。エイミア様の誕生日なので紀子様も会見に臨まれることがありますけど、紀子様はコメント非常に時間がかかるんです。なかなか言葉が出てこなくて、しばしばじっと考え込んでしまう。
それでエーミアが助け船を出すんですよ。これは英国戴冠式の、ね、映像でも見られたじゃないですか。エーミアが素晴らしいと言って、紀子様が素晴らしいですって言ったわけですね。それでエーミア様が〇〇ということなんだよね、などと助け船を出すと、一度5分ぐらいシーンとなってしまったことがあって、さすがに記者陣も驚いて、紀子様はいわゆる不思議ちゃんだなと、不敬なことを言う者もいたと。黙ってる間、一貫して紀子様スマイル。不思議ちゃんが職員に対して、鬼の顔しますか？これはごまかしですよ。英語を母国語として育った紀子様が、日本語の壁にぶつかってそれを乗り越えるために見つけたのが、万国共通の笑顔だったんではないでしょうか。その癖が抜けてないんですよ。皇室の中で一人劣等感に悩まされていた紀子妃にとって、今や最重要の存在である悠仁、皇室に生きる妃殿下自身のプライドと言えるでしょうと。これはね、コンプレックスの裏返しなんですよ。悠仁君を東大に入れようとしてるのは。これが大きな拠り所なんですよ。紀子様の劣等感を唯一解消する方法が悠仁君なんですよ。本来ならば本人が努力するべきです。日本語を鍛えて難なく喋れるようになるべきです。それが紀子のやることです。それを子供に投影するべきではない。子供はあなたの道具ではないんです。それを支えるのが親の役目なんじゃないんですか。紀子様の教育っていうのはエゴなんですよ。だから僕は非常に悠仁君がかわいそうだなと思います。悠仁君は悠仁君のやりたいことをやればいいんじゃないかな。それには東大も筑波も必要ないし、悠仁君が本当にトンボ好きならば追い回していけるような人生にしてあげたらどうですか。それが親の役目なんじゃないのって思いました。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に近してお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね。